プルシュクフはポーランドのマゾフシェ県にある町。かつてはワルシャワ県に属した。プルシュクフ郡の中心都市でワルシャワ都市圏の声援にあたる。人口は2006年の国勢調査で55,387人。20世紀初頭には1万6,000人であった。古代マゾフシェ野球博物館にある噴水プルシュクフの調整志向は1916年のことだが、 村そのものは16世紀から存在していた。町の発展は19世紀のワルシャワウィーン鉄道の建設と1928年に開通したワルシャワ通勤鉄道によるところが大きい。トボルキ村の外れには1891年に大きな精神病院が開業し、現在も存続している。ナチスによるポーランド侵攻以前、市外には多くのユダヤ人がいた。 1940年、ドイツ当局は、プルシュクフにゲットを設け、そこにユダヤ人を集中させた。ゲットは1941年1月31日をもって閉鎖され、1400人から3000人の住民は、家畜運搬用トラックに詰め込まれ、ヨーロッパ最大級のワルシャワゲットに送り込まれた。ここからさらに、大部分がトレブリンカ強制収容所に移送された。 1944年のワルシャワ法記事には、鉄道修理工場の跡地に大規模な通貨収容所が置かれ、首都からの避難民を抑留した。55万人前後のワルシャワ市民と10万人以上の公害民が、この第121通貨収容所に収容された。非抑留者はナチス親衛隊とゲシタポによって、移送前に分類された。 約六十五万のポーランド人が一九百四十四年八月から十月にかけ、この収容所を通過した。このうち絶滅収容所に送られたのは五万五千人で、アウシュビッツ強制収容所に送られたのも一万三千人いた。彼らの社会階層、職業や健康状態は様々で、年齢も、生後数週間の新生児から八十六歳、あるいはそれ以上にまで及んだ。一方、 アーリア人証明書で迫害を免れるユダヤ人もいた。ビスワオーデル構成後の1945年3月26日、ポーランド地下政府のメンバー16人がソ連側から会談の名目でプルシュクフのアルミクラヨベイ通りの邸宅に招かれた。彼らはそこで内務人民委員部の工作員に拘束され、モスクワで投獄、拷問を受け処罰された。 第二次世界大戦後、プルシュクフは、マゾフシェキッテの産業の中心地に成長した。ワルシャワ近郊という地の売りから、ヘルバポル、ダイウエレクトロニクス、ロレアルなどが、工場や事業所を置いている。スポーツの中心地でもあり、体育館やサッカー場、サイクリングコースがある。2007から2008シーズンには、地元のサッカークラブ、ズニチュプルシュクフが、イリーガに昇格した。 自ビクフ協会、ありがとうございます。